はい、基礎ザックです。ご視聴ありがとうございます。今日は、レブルに乗ってまた朝の練習をしてるんですけれど、このレブル250を購入するに至った、いきさつというのを、ご紹介したいと思います。これまで の私のバイク歴っていうのを簡単に振り返ってみますと、今もう一台持っているハンター株っていうのに一目惚れして、2021年、ちょうど56歳になる年だったんですけれど、小型の、オートマ限定っていう免許を取得しました。でそれから2年間、株散歩、デイキャンプとか楽しんでいたんですけれど、高速道路に乗って遠くに行ってみたいなとか、もう少しパワーのあるバイクにも乗ってみたいなと思っていました。で、その乗ってみたいなっていうバイクの中には、ホンダの GB350 とかレブル250っていうのがあったんですけれど、今すぐには無理なんで、60歳の定年退職後に、中型に限定解除しようかなって、漠然と考えてました。ところがです、2023年、今年ですね、事態が急変しました。こう、舞台ですかね、見てはいけないものを見てしまった。それは、川崎のエリミネーター。これはもうハンター株を見た時以上の衝撃。乗ってみたいっていうんじゃなくて、もう乗りたいって思いました。で、家族に免許を取り直すっていうことを伝えて、承諾してもらって、で自動車学校へ再度、2年ぶりですね、入学することになりました。そして、今年の7月末に普通自動二輪マニュアルの免許を取りました。で、8月の終わり頃だったと思うんですけど、川崎プラザで、エリミネーターの実車を見て、触って、またがってみて、見積もりを取ってもらったんです。で、その時聞かされたのが、納期は1年ということです。で、欲しい、乗りたいっていうバイクだったんで、であと、中型免許を取り直すきっかけとなったバイクなんで、1年待とうと、決めてはいたんですけれど、とりあえず、ホンダの GB350 とかレブル250とか、納期とか見積もりとか取ってみようかなっていうふうに思って、ハンター株を購入した、バイク屋さんに連絡を取ってみました。でそこで聞かされたのが、 250cc 以上のバイクはホンダドリームでしか取り扱えないっていうこと。そんなの全然知らなかったんですけれど、ホンダドリームで購入してメンテナンスはうちでやれるけど、購入はホンダドリームで買ってきてねっていうことだったんです。ね、個人的にはそれまでこう二輪車の販売とか普及とか、いろいろ貢献してきたであろう、こう町のバイク屋さんをこうどう言ったらいいんですかね、ぶった切るというか、方針転換ですよね。なんか血も涙もないっていう感じに受け取れるんですけどね。で、このホンダドリームというのは、私が住むところからでいうと、車で1時間以上かかる場所なんですけど、購入すると言ってもですね、なんか遠いなっていう風に感じてしまいました。そして、残るはレブル250で、これはもう 250cc 以下になるんで、バイク屋さんでも扱えるモデルなんです。で、その話を聞いていたら、レブルだったら、即納可能な新車がここにあるよって聞かされました。マジっすかっていう感じだったんですけど、ここで状況を整理すると、川崎エリミネーターは納期1年、
そして GB350 は、まあ、ホンダドリームで、まあ、見積もりから取るという状態。でレベル250は即納可能。どうでしょうこの状況。もうしばらくね考えました。でも悩みました。まあエルミネーターが手に入るまでの1年間はレンタルバイクで楽しむか思ったり。でまあ、あとはねこう私の年齢、まあ、もう今年58になったんで健康的にあと何年バイクに乗れるだろうかって考えると70歳までの12年、まあ、長くでも15年って思うと、まあ、この15年のうちの1年っていうこのバイクが納車されるまでの1年ですよね。これって長くないですか。まあ、すごく比重が高く感じて、30代とか40代だったらこうまだまだ先のこと、まあ、時間もたっぷりあるっていうふうに考えてたと思うんですけど、まあ、還暦を目の前、もう60歳を目の前にして、もうこれから先の1年1年っていうのはもう貴重やなって思い始めて、でも目の前にすぐ乗れるバイクがある、まあ、それも、まあ、好きなバイクの中の1台。買うのかい？買わないのかい？どっちなんだい？目の前に好きなバイクあるんでしょ？いつ買うの？今でしょ。ということです。まあ、せっかく、まあ、手に入れたバイク、まあ、高価なバイクなんで、まあ、安全運転で楽しんできたらなと思ってます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。